はい、どうも皆さん、こんにちは。ギガプロトでーす。今回ね、僕のチャンネルを置いて、有料メンバーシップという、会員、ファンクラブみたいなもんですね。そちらを、開放、登録しました。はい。いやー、やりました。チャンネル登録者が1万人以上いればできるもんなのかな。動画の下にとか、あとはチャンネルのホームですね。そちらに、こんな、白い、ボタン、メンバーになるというボタンが、あると思うんですけど、あれですね。はい。月額を払って、その特典を受け取ると。まあ、例えば僕のチャンネルで言うと、メンバーになってくださった方限定に、動画をなんか出すとか、その方限定にね。チャンネルのホームのコミュニティっていうタブありますよね。あそこで、メンバー限定に公開というふうに僕がすれば、そのメンバーになってくれてる方限定で見れるんですよね。そういった機能なんですけど、それをね、今回、なぜ登録という、開放というか、しようかなと思ったのかというと、前々から、この機能を有効にしますかとかっていうのはあったんですが、ただね、やっぱりなんかリスナーさんにお金を払ってもらって、なんかどうのこうのするっていうのは、なんかちょっと、YouTube と、動画投稿者としてはなんかちょっと違うのかなっていう感じがどうしてもあってやらなかったんですけど、今回踏み切った理由としては、やっぱり僕のチャンネルって、僕がなんか好きとかっていうよりも、僕が出す動画が好きみたいな感じがやっぱどうしてもあるんですよね。傾向として。なんで、僕自身をなんかこう、すいてもらおうということで、メンバー限定の、要するにこういう、なんて言うんだろう。一つの、限定的な、チャットルームみたいな感じですよね。はい。そういう部屋を、設けることによってですね、やっぱり登録してくださった方の、との、リスナーさんですよね。熱心なファンの方。との距離を縮めたりとか、あとはかなり限定的な、内容はちょっとよくわかんないけども、そういうね、親睦を深めるという意味でですね、いろいろ、コミュニティとして、なんかできたらなと思います。はい。ということで、今回ね、こういう、メンバーになるというね、有料の、ファンクラブみたいなものをですよね、こちらを、僕は開放したわけなんですけども、僕自身に、興味のある方はですね、登録してください。お願いします。まず、僕が考えている、コンテンツとしては、限定的な、動画とか、そういうことは、置いといて、リクエストですね。リクエスト。よくあるんですけども、結構あるんですよね。あれやってください、これやってくださいって。こんなことやってくださいみたいなね。そのゲームやってくださいみたいな。そういうの結構あるんですけども、僕は、それらを結構スルーしてます。スルー。はい。申し訳ないですけど。なんでかっていうと、めんどくさいから。僕結構めんどくさがり屋なんで、そういうのを、答える、義務というか、そういうのもないし、っていう考えではあったんですが、ただね、チャンネル登録してくださって、さらに、メンバーになって、そういう、ファンクラブですよね。そのファンクラブに入ってもらったっていう方のリクエストであれば、優先的に、ガンガン受けていこうかなと思います。はい。例えば、メンバーの方が、こういうホラゲーをやってくださいとか、こんなバカゲーをやってくださいっていう、そういうリクエストがね、メンバーの方から来たら、それぞれ優先的にですね、僕が、そのゲームをやると。さらには、動画の、冒頭で、何々さんから、誰々さんから、リクエストをいただいたゲームですと。そのリクエストのもとでこのゲームをやりますというふうに名前も呼ばせていただきますので、そういったところで、親近感っていうか、そういうのを縮められたらなと思います。
はい、メンバー登録していただければ、まあ、そのメンバー限定の、まあ、コンテンツというか、まあ、動画ね、出したりとか、はい、まあ、基本、まあ、そういうコメント欄とか、そういうところでは聞けなかったようなことも全然、まあ、答えていきますし、はい。そんなにいろいろ考えております。はい。まあ、限定的なやっぱ動画とか、あとは、まあ、基本の機能ですけども、まあ、チャンネル、まあ、ライブとか、あとコメント欄に、まあ、コメントするときとかに使える、アイコンとか、とりあえず、まあ、僕が今回ね、チャンネルの、メンバーシップを、まあ、開放したということのお知らせでした。はい。まあ、一応、熱烈なファンの方も、いてくれますから、ありがたいことにね。それで、より、こう、親密度をこう高めようという意味で、まあ、今回ね、チャンネルのメンバーシップ、この機能を使ってみようかと思いました。はい。例えば、まあ、顔見せてとか、そういうリクエストもあるかもしれません。はい。そういう時は、こう、ちょっと、やったいかもしれません。やるかもしれませんね。はい。ということなんで、まあ、ぜひぜひね、よろしかったら、メンバーになると、まあ、ファンクラブみたいな感じのノリでね、入っていただければなと、思います。はい。本当に、まあ、お金を払ってとか、なんかそういう、入ってくれよみたいな感じじゃないです。全然ね。本当に、こう、親密な関係を築きたい。ファンの方と親密な関係をね、こう、築いていって、やっぱり、こう、リスナーさんのね、リクエストも、にも、積極的に答えていきたいな、という、ところでですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。本当に最後にまで、お付き合いいただいてありがとうございます。本当に口下手ですみません。はい。ということで、今回は、この辺で終了にしたいと思います。バイバーイ。